本田からこれからの家族に素敵な暮らしを届けたいということで、ニューステップワゴン、エアモデル、スマートモデルが公開されました。2022年春に登場します。こちらはエアモデル、こちらはスマートモデルになります。いつもご視聴ありがとうございます。イビキン TV、僕はネズミことイビキンです。なんと、新型ステップワゴンがフルモデルチェンジされ、本日公開されましたので、そちらを紹介していきたいと思います。エアモデルとスマートモデルに分かれています。チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは行ってみましょう。まず最初に映っているのがこちらが初級モデルですね。ステップワゴンは今まで累計100万台売れています。とても車内が広く箱型のボディで大人気となりました。僕たちはこの車と育っていきました。そしていつしか大人になり、そして自分たちにも家族ができた。というところからステップワゴンの紹介がスタートします。ミニバンを変える新しい大きさ、ミニバンにできることはもっともっとあるはず。その思いからホンダはステップワゴンを一から見つめ直しました。家族みんなが自由に楽しめる余裕ある室内空間。そんな使い方が想像できる存在感のあるプロポーション。もちろん最新の安全運転システムや伸びやかな走りと環境性能を両立した EHEV も備えて。この車でもっと家族を笑顔にしたい新しいステップワゴン。どうぞご期待ください。そしてこちらが新型のステップワゴンになります。どうですか皆さん。感想をお聞かせください。サイド及びリアの縦長のコンビネーションランプを見ますと、初代および2代目を彷彿とさせるようなプロポーションとなっています。最初に左側の車を見ていきましょう。こちらがステップワゴン、エアーというグレードの FF モデルになります。今回新たに設定されたモデルとなります。ボディカラーはフィヨルドミストパール。ピーラーオプションを装着した車になっています。ボディカラーは5種類用意されており、フィヨルドミストパール、シーグラスブルーパールはステップワゴンエアーグレード専用色となります。次に右側の車を見ていきましょう。こちらはステップワゴン EHEV スパーダ FF モデルになります。ボディカラーはトワイライトミストブラックパール、ディーラーオプションを装着しています。ボディカラーは5種類用意されており、トワイライトミストブラックパール、およびミッドナイトブルービームメタリックはステップワゴンスパーダ専用色となっています。皆さんはどちらのタイプがお好みですか？コメントの方からよろしくお願いします。私はスパーダの方が好みです。そしてこちらがエアとスパーダが走っている姿になります。少し拡大して見てみます。こちらがエアです。そしてこちらがスパーダになります。フロントのヘッドライトは横長で、昼間のデイライトが点灯するタイプとなっていて、優しめの顔つきになっています。リアは初期型を思わせる縦長のコンビネーションランプとなっています。ホンダの公式ページによりますと、先行予約はホンダカーズにて、2月上旬に受付開始予定となっています。また、見積もりが可能になりましたら、公開しますので、チャンネル登録と通知オンにしてお待ちください。よろしくお願いします。それではまず、フロント周りから見ていきましょう。フロント周りはこのような重厚感のある顔つきとなっています。メッキモールがあることで、さらに精悍でスタイリッシュなフロントデザインとなっています。グリルの中央には、ホンダのマークがあり、ハイブリッドを表す青いラインが入っています。新型ステップワゴンの外観の特徴は、ベルトラインを従来に対して上げたことでボディの分厚さが伝わるようなデザインとなっています。車のボディに守られている安心感のある車となっています。そしてスパーダの特徴はこの細いメッキラインがフロント、そしてサイド、リアにかけて一周回るように付けられています。メッキモールがボディの一番下にあることでボディをより大きく見せ、後ろから見た時にすごくどっしりした印象になっています。もちろん、リアのテールランプも LED となっています。そして、縦型のストップランプは、ステップワゴンの特徴ですよね。初期型を思い出します。ステップワゴンの縦型のストップランプが復活したことで、購入を決められた方も多いのではないでしょうか。コメントの方から教えてください。そして、このスパーダのリアのスポイラーも大きくて迫力がありますよね。そして次は標準系のエアグレードになります。このホワイト系のボディに LED の発光色、そしてリアのテールランプの光り方が非常に美しく綺麗に見えます。スパーダもかっこいいですが、こちらのエアグレードもずっと見てるとなんかかっこよくなってきますよね。すごくうまくスッキリまとめたという感じですよね。ステップワゴン、エアのコンセプトは安心して使えてどこにでも似合う。頼もしくクリーンにシンプルに。とても清潔感のある愛されるデザインとなっています。ファミリーユースをターゲットに幅広いユーザー層へアピールする車がこちらのエアグレードになります。外観こそはシンプルですが、こだわりポイントもあります。足回りのこのどっしり感にはかなりこだわっているそうです。タイヤの見せ方、踏ん張り感は特に強調されていました。太い D ピラーは守られ感、安心感の演出につながっています。シンプルでいて、ここまでかっこよく見えてくる車はなかなかないのではないでしょうか。見れば見るほどかっこよくなってきます。ボディの中央を少し膨らませる樽形状にすることで、ボディのワイド感を演出しています。
また、運転席からボンネットが見やすいように設計してますので、運転もしやすくなっています。新型ステップワゴンは、運転する人、しない人、みんなが安心して自由に使えるようにと作られています。A ピラーの位置も運転しやすい位置に設計されていて、さらにエクステリアのボリュームも出るように設計されています。新型ステップワゴンには、先進の安全運転支援システム、ホンダセンシングを全タイプに標準装備しています。エアグレードの内装はグレー、ブラック、素材はファブリックになります。どの席からも抜けの良い視界と水平を感じる基準線、ドライブが楽しみになりますよね。新型ステップワゴンはシートアレンジも豊富です。2列目のキャプテンシートを前後左右に大きくロングスライドでき、過ごし方に合わせてアレンジ可能となっています。また、スライド操作はレバー一つで簡単なのがいいですよね。また、2モーターハイブリッドシステム EHEV で伸びやかな加速と静かに走る快適性を実現しています。走行モードは EV モード、ハイブリッドモード、エンジンモードがあります。新型ステップワゴンには家族みんながストレスなく過ごせるようにと、運転する人はもちろんそうでない人も一つ一つの動作を快適にし、自由に使えるアイデアを取り入れています。スパーダの内装色はブラック色となります。素材はファブリック、プライムスムース、合皮になります。そしてノアボクシーに続いてステップワゴンにも2列目キャプテンシートにオットマンが装備されます。これは非常に嬉しい装備ですよね。長距離ドライブも足を伸ばしてゆっくりくつろげます。ワクワクゲートは廃止となりパワーテールゲートとなっています。イビキン TV では気になる新型車やおすすめオプション、気になるグッズなどを紹介しています。ご希望の車種などがあればコメントください。この動画が少しでもいいなと思いましたら、高評価、いいねをよろしくお願いします。また今後、見積もりや試乗なども行っていきます。チャンネル登録、通知オンをしてお待ちください。よろしくお願いします。新型ステップワゴンは2020年の春に登場します。新型ステップワゴンはシートアレンジも豊富です。2列目を仲良しして大きくスライドすることもできます。そしてオットマンを使えば、足を伸ばしてゆったりとくつろげます。みんなが自由に居場所を選べる多彩なシートアレンジが可能となっています。シートを互い違いにレイアウトすることもできますし、2列目を後方へロングスライドすることもできます。また、2列目を前方にロングスライドすれば、運転席から子供に手が届きます。新型ステップワゴンは、背が低い人でも手が届く位置にピタッと止まるよう、ガイドを記憶できるパワーテールゲートが装着されます。開閉操作は手動またはスマートキーから行うことができます。後方に障害物がある場合などでは、作動中に手で押さえ、任意の位置に止めることもできます。ステップワゴン、スパーダ。ステップワゴン、スパーダ、プレミアムラインに標準装備となっています。そして、新型ステップワゴンには、パワースライドドア、静電タッチ式が全タイプ、両側標準装備となっています。これは非常に嬉しい装備ですよね。静電スイッチに指先で軽く触れるだけで開閉することができます。2列目の車内からはスイッチで開閉することも可能です。毎日の乗り降りに大変便利です。ホンダ車初の装備になります。ということで、2022年春に発売される新型ステップワゴンを見てきました。今後も新型ステップワゴンの最新情報、見積もりなども投稿していきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。高評価、いいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。